アイヤデル軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は15万9437人であり、2000年の12万2660人から30.0%増加した。軍庁所在地はステーツビル市であり、同軍で人口最大の町はムーアズビル町である。 ナスカーによる自動車レースの中心地であり、ムーアズビルを中心として多くのレース用品店舗がある。ユニバーサル技術研究所が技術教養契約の下にナスカー技術学校を運営している。この学校は学生がレース産業における仕事を探せるよう、レースに関わる授業を行っている。ムーアズビルとノーマンコの周辺には多くのナスカードライバーが住んでいる。 ノーマン湖の周辺は近くにある大都市シャーロット住民から人気があることで、軍南部は急速な郊外化と人口成長が続いている。ただし北部は現在も田園的な性格を保ったままである。アイアデル軍のステーツビル市のすぐ北で、週間高速道路77号線と週間高速道路40号線が交差することから、州内でも重要な交通中心になっている。 このことから、軍のスローガン、未来への交差点が生まれた。週刊高速道路77号線で、南のシャーロット、北のエルキンやバージニア州ロアノーク、週刊高速道路40号線で、東のウィンストンセーラム、グリーンズボロ、ローリー、西のヒッコリーやアシュビルへのアクセスが容易である。アイアデル軍住人にとって、現在も農業が主要な収入源である。 北部でも南部でも落農業が長く盛んに行われてきた。しかし、南部での急速な人口増加と開発によって農地への圧力が高まり、多くの農家はショッピングセンター、住宅開発、大規模会社団地などに土地を譲渡しつつある。アヤデル軍は、軍全体を選挙区に選ばれる5人の委員で構成される軍政委員会が統治している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は597平方マイルであり、このうち陸地576平方マイル、水域は21平方マイル。アヤデル軍は、州の中央、ピードモント大地に入っている。北西部には、さらに西にある、ブルーリッジ山脈の死脈で、深く侵食されている、ブラッシー山脈がある。軍内最高地点は、 このブラッシー山脈にあるホックス山であり、標高は1760フィートである。地元では単にブラッシーズと呼ばれる。この山脈はそれほど高いものではないが、周辺から見ればそそり立つように見える。他の部分は穏やかにうねる、田園部であり、その間に低い丘や小さな川の作る谷がある。軍内最大の河川は加藤場川であり、西側軍境になっている。 州内最大の人口このおまんこが、軍南部では最も目立つ地形であり、ノースカロライナ州の内海と呼ばれることもある。アイアデル軍は南北に長い。北のヤドキン軍から南のメクレンバーグ軍の間は50マイルに近い。北部3分の1は田園であり、大きな町はない。人口が少ないので、スタイツビルの北を走る。 週刊高速道路77号線の制限速度は70マイル、字となっているように、週刊高速道路の速度制限が、通常の65マイル、字を超えることを認められた場所の一つである。アイアデル軍は17の軍区に分割されている。バリンジャー、ベサニー、チェンバーズバーグ、コンコード、コドルクリーク、クールスプリングス、デイビッドソン、イーグルメルズ、ホールズタウン、ニューホープ、 オーリン、シャープスバーグ、シャイロー、ステーツビル、ターナーズバーグ、ユニオングローブ、ハーモニーの各軍区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。インガソルランド社が軍内デイビッドソンに北アメリカ本社を構えている。ホームセンターのローズはムルアズビルに本社を置いている。アイアデル軍の自治体と軍区軍内の公共教育は アイアデルステーツビル教育学区が管轄している。中等教育には、アーリーカレッジ高校など12校、中学校8校、小学校17校がある。またムーアズビル市は、ムーアズビルグレーディド教育学区が管轄し、高校3校、中学校3校、小学校3校がある。ありがとうございます。